吉成氏は、日本の士族。家紋丸に、県辺区江家紋丸に三つ、柏吉成氏は、道の区国南部にあるが、発祥の地は明らかでない。陸津三春城主、田村氏の家臣ついで、白川祐貴氏を経て、日立国主後佐竹氏の家臣となったとする自責が見られるが、佐竹家臣として複数見られる吉成氏の家系には、それぞれ本性が異なっており、 それらすべてが同族か、あるいは同じ歴史を共有するものであるか、定かではない。家門はまるに、県辺区へ、まるに立花、まるに三塚氏は、以下、吉成氏の本性について、道の,の国人、田村氏の所流に、吉成氏がある。本性は、坂上氏。吉成氏の宗家田村氏は、家系的には、兵士とも言われるが、正意大将軍。 坂の上の田村麻呂の末裔を称した。警府、田村義明、孫四郎行剣、山戸守、孫七郎保守やべ太夫正房勘下、吉兵衛清信縁真日たちを足しし、編参員改編、佐竹家臣警府には、藤原氏を本生とする吉成氏が数流確認できる。前校が意味なにおいて、真を通じとしているのに対して、藤原氏流や源氏流では、 助の字を通字としているのが特徴である。主家の白川祐樹氏の所流とも言われ、祐樹の姓から右の辺のみを取り、吉成と称したとも、子孫は秋田藩氏となった。なお、佐竹家臣吉成氏には本性を源氏とするものあり。また、同じく佐竹家臣吉成氏に立花性を称するものがある。新編国史によれば、 日立国久寺郡花輪村の十二書の胸札に、吉成佐抜、吉成岩見堂、織部有利と伝え、元来、白川雄貴氏の真であったのが、佐竹氏に仕えたとの見方を記している。佐竹家臣団の中では、佐竹氏九郎四伝衆として、江戸孫太郎五百巻、小野崎山城主五百巻、尾抜彦三郎七十巻に並ぶ吉成兵五百二十巻の長見へ。 同族か衆に、吉成彦三郎五十館、佐竹家中の衆として、佐川数を守る、国安左江城、和田家門、小野木又三郎、藤田大隅守る、平沢左近、根本木神、長三影湯、福地文語の神らの名と共に、吉成行部大部の名が見える。もっとも、佐竹氏の家祖、佐竹正義と共に、日立に入部した家臣として、大森助、重郎、 佐藤玄太郎、佐藤備前、根本、越後らと共に、吉成九介の長見へ、平安時代からの佐竹家臣としての吉成氏の系統があったことから、佐竹家臣の吉成氏のすべてが、田村氏や白川祐希氏家中の出身であったと見ることはできない。なお、文禄4年8月28日の、高野軍関係事業、三鶴行法書目録によれば、 佐竹氏が、道の苦難郷に広げた領地のうち、吉成影湯、武前に、それぞれ、伊香の地に四十巻、吉成豊後に、東館に四十巻、吉成倉之助に、包み、主宅の地二十五巻ずつ、計五十巻が給されており、佐竹氏の道の苦難郷支配の一端を担っていたと、見られる。警府、吉成助康の信助安、女康氏女衛助三著者一郎兵へ助品警府。

本政府省。聖堂の第二、出羽山本軍火山に住むという、慶府、吉成正道正春、小一郎正忠また、九次軍の死、吉成信康の孫、吉成又右衛門については、料理として、美積多く、その骨根次郎ともども幕末日本の解剖に尽力し、明治時代に聖恩を贈与されたと記録されている。この義成氏は、義成岩見、 オリベラの末裔か、その他、百姓の内義民として活動する者のうちに、吉成氏があり、以下に掲載する。ありがとうございます。